そう、ほら、このまま50。それ返して。手首まっすぐしてる。はい。そのまま使ってる。ひねろうと。手首曲がっちゃうよ、だって。手首はまっすぐ使う。はい。いやいや、こっち来るよ。今のでいいよ。ひねるってのはダメだよ。ひねるんじゃないよ。結果としてひね、そういうふうになるんであって、最初からひねるとしたら、そうそう、もう一回抜きない。ここほら、こうなってる。まっすぐ使ってるの。こうやって、こうやってるでしょ。で、こうこうやってひねろうとしようか。ひねったって何もなんないんだよ。まっすぐさ、ほら、このまま腰。いないんで。結局まっすぐしていいんだ。全部まっすぐ。まっすぐしてたらそれで力入るよね。これをこうまっすぐ使ってみる。もう一回いいですか。まっすぐしてから引かない、肘を落とすんだよ。力抜いて肘を落としてみる。ここまっすぐしてみる。これをまっすぐしてみる。これをこうすると力が抜いて。こうしてるでしょ、はい、こうしてたらここも動かさないで、ここを支点するわけ、うん、ここを支点しよう、はい、ここを支点するわけ、はい、でこれをこうする、手を持ち、ああ、はいはいはい、手の真ん中よ、真ん中で意識して、はい、肘をほんと落として手首をまっすぐして、どっちから抜いて、もっと抜くんだよこれ、あ、はい、ほら、あ、あ、あ、なんか抜いた瞬間にかかった、あ、力入れてるからいかない、はい、ね、で力抜くとみんなこれこうなっちゃう、あ、これを左右になる、こういう力抜ける。どうぞここだけ視点がもう完全にここからこう、はい、ほらこうずれていくでしょ、はい、力入れてたら動かない、だからこういうことを覚えないと年取ってから使えないんですよ、はい、だから力は使えないんですよ、だからこれが少しでもずれたらダメなんですよ、最初に決めた通りやってれば、心を上数字使ってるわけ、はい、これはこうして、こうしてるから上数字を使ってる、そこでそこで使ってないわけですよ、こうしてたら、こうしてたらこれ、触ってくる、はい、もう下も触ってていい、この下みんなこう、こうやろうと、これをここで正面に使おうと、ちょっとやってみる、はい、この位置でね、全然力が使ってないでしょ、入らないです、使ってないんだよ、ちょっとだからみんなね、動かそうとする力入れてる、何かをやろうとしてる、はい、うん、いいよ、今日はそのままでいい、はい、ずっとやってる、